はい、どうも皆さん、お疲れ様です。グランツーリスモ7、今回もやっていきたいなと思います。最初にアップデートが入りまして、今回新しいコースが追加されました。こちらがですね、グランバレーの、ハイウェイ1ということでね、グランバレーのサウスレイアウトですね。これ、初代グランツーリスモ、僕はやってるんですけど、まさかグランバレーがね、追加されると思わなかったんですけど、なおかつ、しかもそれがね、ハイウェイとなって、かなり様相が変わってね、かなり高難易度な、サーキットが登場しました。ということで、まあ、初代グランツーリスモ、僕は何で走ってたかなっていうのを記憶を思い起こしてみて、当時、やっぱりあの車だったかなっていうので、今回この車持ってきました。はい。はい。というわけで、今回持ってきたのは、ホンダ NSX のタイプ R の初代ですね。初代 NSX を持ってきました。これがですね、まあ、すごくかっこよくて大好きなんですけども。今回このマシンはですね、ちょっとライシングチューンしまして、全4周このグランバレーのね、サウスレイアウトを楽しんでいきたいなと思います。まあ、もともとこの初代グランバレー、ここはですね、結構コースアームも広かった印象なんですけども、まあ、ハイウェイということで、まあ、かなりこのアメリカのこのハイウェイをね、意識したレイアウトになっていて、すごくね、難易度も上がっています。特にこの注目はこの、インフィールドセクターですかね。サウスレイアウトの場合はそんなにね、コースが短いコースなんですけども、それでもやっぱりこのキックが激しいレイアウトで、なおかつ低速コーナーだったりとか、結構ね、ブラインドコーナー、グランバレー特有のね、難しいレイアウトになってます。まあ、後半区間はですね、ほぼ全開でいける区間もあるんですけども、もうそれまでに至るこのトンネルだったりとかで、かなりこう、まあ、コーナーのね、グリッピングポイントを取れるのが難しいね、そんなレイアウトが、続いているような感じですね。いや、まさかね、グランバレー走ると思ってなかったんで、まあ、非常にね、心が躍ると言いますか。まあ、なおかつ、この時にね、乗ってたマシンっていうと、NSX、子供の頃かっこよかったなっていう気持ちがあるので、今回このマシン乗ってきました。さあ、ドライバー目線で、グランバレーの方を見ていきたいなと思います。まあ、ちょっとレーシングチューンしているんでね、だいぶね、エンジン音はけたたましい音がしてますけども。まあ、ここはですね、まあ、ちょっとチューンしてる車だとね、ちょっと減速していかないといけないんですけども、まあ、グループ3とかであれば、ほぼここは全開でいけますね。そしてフライング低速コーナー区間、ちょっと接触ありましたけども、非常にね、結構ここは峠道になるので、非常にこの辺りはバトルになると面白いかなっていう印象ですね。なおかつ、両サイドが、グラベル狭いので、結構バトルしてると結構オーバーテイクが大変だなっていうのが、まあ、グランバレーの特徴なんですけど、まあ、オリジナル元々に比べると全然コース幅が狭くなったなっていう印象で、すごく難しくなったなという印象ですね。さあ、こちら元の映像ですね。 NSX Type R、1992年モデルの、初代 NSX に乗って、レースに行っていきたいなという。この辺りはですね、まあ、結構ドライビングしてても思ったんですけど、まあ、すごくブレーキングポイントが難しいコーナーが多いなっていうのがね、まあ、グランバレーの、印象ですかね、第一印象としては。さあ、ここは NSX 当時のバトル前方 RX7。セクターの最初の入りかなって思いますね。この辺からはちょっとオーバーテックするの難しいんですけど、さあ、インサイドは強引に割っていくような、感じになりましたけども、この上りのね、区間は難しいですね。ちょっとグリッピングポイントも取るの難しいですし、ちょっと頑張りすぎたかなって。さあ、アレックス仕掛けてくる。さあ、普通の試合に戻すような感じですね。結
構意外とね、トンネル区間から出たり入ったりすることが結構多いので、まあ、その辺りちょっとこうブレーキングのポイントっていうのはちょっと難しいかなっていう印象ですね。さあ、レースはね、ファイナルラップに入っていきました。これまだね、そんなに走り込んでないので、グランバレーに関してはなかなかね、こうね、チューンしたマシンも乗る機会も少ないので、その辺りはまあ、なかなかね、こう苦戦しながら走っていく感じですかね。いや、こう見ると NSX かっこいいですね。まあ、だいぶグラベルに落としてたんで、今振られましたけど、結構チューンするとね、 NSX やっぱりこう、まあ、MR 独特のね、オーバーステアはちょっと要注意ですけど、非常にあのハンドリング性能っていうところで、ね、やっぱりすごく光るものがあるなって気がしますね。で、あの子供の頃ね、国産車で速い車何かなってこう扱って浮かぶのはやっぱり NSX だったかなっていう感じです。さあ、最終コーナーへと入っていって、ここからはね、ほぼ全開ですね。ちょっとバンクが引いてるようなストライドを抜けてきます。はい、というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回最新アップデートで追加されたグランバレーね、早速走っていきましたけども、すごくね、面白いレイアウトなんでね、グループ3とかで走るの楽しみかなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。